香川県高瀬町の米派小屋小屋の内部米派小屋は、タバコ乾燥小屋のこと。アメリカ原産の黄色種と呼ばれる種類の旗タバコを乾燥させる小屋のため、米洋小屋から転じて、米派小屋と呼ばれる。第二次世界大戦前後に数多く建てられた。昭和50年頃まで乾燥小屋として機能していたと思われるが、その後共同乾燥施設に移行こう。現在は、 乾燥小屋として使われているものはないが、小屋自体は、名屋や廃屋として全国に今でも現存している。米派小屋という呼び名が世に出たのは、写真家、北田英二が、米派小屋という写真展を開催した2005年10月が、最初だと思われる。そこでは、益子、沖縄、台湾の米派小屋が紹介された。米派小屋という呼び名は、 マシコ発祥説が最有力である。明治33年、兵庫県明石郡岩岡村に、日本で、初めて黄色種の工作が始まる。米派小屋も黄色種と共に始まったと考えられる。その後、大正時代に入り喫煙の思考は口付けタバコから、両切りタバコへと急速に移行した。これを受けて、昭和の初期から、両切り原料である黄色種の新産地が、 中国、四国、九州地方に次々と開拓され、昭和14年には、ついに黄色種の栽培面積が在来種のそれを上回った。黄色種の栽培拡大に伴い米派小屋も同時に、全国へ広がりを見せる。当初の黄色種乾燥法は、米国方式によってなされたが、大正から昭和20年の第二次世界大戦の、終結頃までには、いわゆる大阪式、 広島式などの四つぼ建てを基準とした乾燥室、分流式及び直流式の乾燥用器具、また乾燥方法としての虫孔、応変、固定及び中骨乾燥角機の区分など、日本の気候風土に適した技術が次々と確立されてきた。米派小屋の作りも、この時期にほぼ確立したものと考えられる。 第二次世界大戦後の昭和40年頃までは戦前の技術が引き継がれてきた。昭和40年に循環バルク乾燥が実用化され、米派小屋による従来の乾燥方法は徐々に姿を消していくことになる。昭和50年前後にはほぼすべてが循環バルク乾燥の共同乾燥施設へと移行されていき、同時に米派小屋の歴史に幕を下ろすことになった。 米派小屋は、黄色種栽培の北限である、岩手県花巻市大葉町以南の本州、四国、九州の各地に分布していた。2011年現在でも各地に、産業遺構として散在していると考えられる。米派小屋研究会では、各地の現存する米派小屋を写真に収める活動を行っているが、報告によると現存数は、 圧倒的に、香川県が多いと考えられている。昭和34年当時、米派小屋が全国で最も多かった県は、茨城県で、約1万3000棟、ついで、香川県の約1万2000棟、第3位はぐっと数が減って、岡山県だったようだ。当時の棟数が、全国、第2位だったことや茨城県のように、都心周辺部での開発が進んでいないことが、 その根拠としてある。また、県土面積が、香川県は、茨城県の1、3以下であることを考えると、その密集度は、当時から群を抜いていた。米派王国さぬきと呼ばれるゆえんである。米派小屋研究会では、さぬき平野にすでに300頭以上の米派小屋を、確認している。ちなみに、香川では、米派小屋のことを、干そばと呼ぶことが多かった。 小屋は一般に木造で形状は2軒かける2軒の平面を基本とし切り詰ま屋根の頂部に腰屋根と呼ばれる換気用の小屋根が乗る。壁は竹細い土壁の大壁で仕上げられ、焚き木を焚く焚き口と地窓、温度管理用の小さな小窓がつく。乾燥方法としては、 かまどで焚き火を焚き、床に張り巡らされた鉄管の中に熱を送り、その輻射熱で室内の温度をコントロールするというもの。タバコ場を吊るす荒縄を一見スパンで6段吊るす。荒縄をかける吊り木の間隔は50センチメートル前後。そうした、乾燥の機能上、平屋建てだが、健康4メートル以上の内部空間が必要となり、独特のプロポーションが生まれた。 やめ材は、栃木県益子あたりでは、トタン吹きが多く、香川県では、日本瓦が多いなど、また土壁の色の違いなどに、地域性が見られる。米派小屋が二つ並んで立っているものを、夫婦用と呼ぶ。ありがとうございます。